中華料理店でお得なモーニングにメロメロ。岐阜県坂藤町にある上海亭さん、おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらは店名の通り中華料理が自慢。モーニングでも中華が堪能できると今話題になっているんです。お待たせしました、中華モーニングです。蓋を開けると3種類の点心が。肉まんや中華風蒸しパンに、オーナー一押しちまき風シューマイ、もち米を醤油で味付けしています。さらにお粥や煮物など6種類の小鉢がついてきます。混ぜて食べる豆腐スープも美味しいですよ。こんな本格中華がドリンク代込み480円で楽しめちゃうんです。坂藤町役場から車で5分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレの朝の番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件放送しています。7時50分頃からの放送です。またドデスカチャンネルとドデスカの公式ホームページでは、これまでに放送したお店を紹介しています。ぜひご覧ください。